ゴンドラを降りて、そこから小屋まで歩いて、次は森吉山の山頂まで上がって、そこから樹氷の間、ふぅまた自分の大好きな山を見ながら登る。あ、こうだ。見えてきた。森吉山の頂上だ。はあ、スノーモンスターあるある。行ってみよう。森吉山、日本で4カ所でしか見れないスノーモンスター、樹氷小屋は休み中、アニスキー場のゴンドラを降りて、晴れるとこんな天気で樹氷の間で登ることができます。樹氷ね、樹氷、頂上はすぐそこ。行って帰ってくるのは2-3時間。今日はこっちから登って樹氷の間を滑ります。森吉山、そうだ、日本で樹氷が見えるところは分かりますよね。下から行くと蔵王、もうちょっと登ると八幡平、森吉、そして函館山。今のところは日本では3カ所が有名な場所ですね。樹氷があるところ、函館山、蔵王、森吉。けど皆さん八幡平も忘れずにね。3年前ハワイから帰ってきた時に八幡平に行きました。真っ白でした。今日は森吉山で風のない樹氷の間を登って、その後はその間で滑る、楽しみだ。昨日は気温が高くて雪がちょっと溶けてきましたね。僕はそろそろタバコやめた方がいいかな。そう、今我慢して息してます。皆さんにかっこいい息の仕方を見せようと思ってるんだけど、実はこうやりたいんだけど、私の目の前に何かの動物がいる。さあ、僕の前に何の動物を歩いたんでしょうか。ウサギだ。ウサギの跡だ。この樹氷の間に隠れたんでしょう。皆さんどう思いますか。この樹氷は函館さんの樹氷に似てますか。僕は似てると思います。ほら、森吉山の山頂が見えてきた。そこの奥に見えるのは岩木山です。実はもうちょっとそこを見ると函館山があります。見てみよう。森吉山の山頂、それから奥に函館山、もうちょっと左行くと岩木山のてっぺん、そして白神山地。どうだ、樹氷だらけ、風がない、暑い、いいですね。また自分の大好きな山を見ながら登る。あ、
高だ。ここにも青森トドマツがいる。目の前に青森トドマツ、そしてケヤグ、ケヤグかな。そっちの奥にチョカイ山、目の前に頂上があります。お、頂上がありました。お、そして頂上にしてる人もいました。してる人いた、やっぱりいた。イエーイ、久しぶりです。お疲れ様です。2年ぶりくらい。すごい、こんにちは。お疲れ様です。青森のミハイです。はじめまして。いや、後ろに素敵な山を映ってるんだけど、その山はどの山ですか？よしも見える。うー、すごい綺麗。はじめまーす。森吉でした。頂上から降りてきて、次は神社の方に登って帰ります。僕のスノーモンスターに帰ります。蔵王、八幡平、森吉、そして八甲田。スノーモンスターと言われるんだけど、ヨーロッパはスノートロールと言われて、やっぱり君らは樹氷だ。今日もよかったよかった。見てください。お、こんにちは。君かわいいね。ありがとう。またね。今日は一緒に来てくれてありがとうございます。ぜひ体験してみてください。森吉さんでした。ありがとうございます。うふぃー。僕と一緒だ。何歳になっても変わらない心。
ゆー、なるほど、よしよし。綺麗。この木が半端なく綺麗。まっすぐ。綺麗。今日は一緒に来てくれてありがとうございます。